ファジャールドッグの検索です。いつも見ていただきありがとうございます。今日は感動してとても感動することがあって、ちょっと急遽動画撮ってます。ちょっとどいてこら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 。先日花火の動画で、まあ1ヶ月大型犬3匹はいくらかかってるかっていう動画をアップしてやるんですけれども、その時にいろいろこんだけかかってるんかっていう中でちょっとびっくりしました、自分たちでも。でちょっといろいろ見直そうと思って、何を削るかっていう時にですね、ドッグフードだけだったら食べる時と食べない時と差があって、だからウェットフードを混ぜたりいろいろ工夫するんですけどね、お肉混ぜたりゆで卵混ぜたりっていうのをしてたんですけれども、まあなんかないかないろいろ探してたら感動する商品に会いまして、これ企業案件でも何でもないんですけどね、ワンちゃんの体にもいいし、商品自体これだけあげるってなったらちょっと高くつくんですけれども、トッピングとしてあげるにはとてもワンちゃんの体にもいいっていうことが分かって、それをあげてみたら恐ろしいぐらいの食いつきで本当に感動して、本当にな、感動したな。その商品がね、知ってる人は知ってると思います。ブッチって言うんですけど、ちょっとマヒブッチ取ってブッチ、ありがとう、これです。ブッチ、色がブラックとホワイトとブルー3つあるんですけれども、お試しで1回取った時に、これ2キロなんですけど今ね、 800g が3本で3000円、これを試したんですよ。それも恐ろしい、食べてあんまりにも感動して、ちょっとね、定期購入でやってみました。プッチ届きました。最近ドッグフードのね食いつきが悪いのと、前使ってたトッピングのね、総合的にするとこっちの方が安いなと思って、そう、ブッチの方が体にいいってね、いろいろ成分とか見たらこっちの方がいいんだよね。そう、人も食べれるぐらいの。お、これ何？でかっ、でかっ、こういうやつか、こういうやつか。プッチです。これ切ってあげる。食いつきどうかな。ホワイトレーベルチキン、黒がビーフ、ラム、チキン、これはチキン&フィッシュ、うん、プッチ、中は切り口はこういう感じで、使い終わったらさっきの蓋をかぶせてこう立てて冷蔵庫に保存みたいな感じらしいです。どれぐらいの食いつけがあるかっていうのをちょっと皆さん見てほしいなと思います。プッチプッチちょっと行ってくる。これがいつもあげてるドッグフードです。ランクは高めのドッグフードなんですけれどもね、体にいいように。それでちょっと呼んでみようかな、ドッグフードだけで食べるかと。あす、オッケー、オッケーっていう感じで食べないんですよね。これにブッチを混ぜてあげたいなと思うわけさ。でわざと香りが立つようにちょっとチンしたやつをねかけてあげようかなと思います。じゃあちょっとブッチもらっていいですか。ブッチで、はい、ありがとう。これがレンジでチンしたやつ、ちゃんとね3人のね体の大きさに合わせた分量でやってます。マヒちょっと待ってね。これもう待ってるもんね、もう待ってるもんね。ちょっと待ってよ。しまったよ、マヒナ。混ぜるとこんな感じです。ちょっと早速開けてみたいなと思います。思います。食べてみようか。 OK。おいしい。めっちゃ食べるの早いな。マヒナちゃん食べ終わりました。早っ。
クラウドもうないじゃん。すごいな。これすごくない？このスピードで。これそのままいったら皿落とすやつ違う。よほど好きか。入れ物、さっきの器まで舐めてるんだけど。そんな好き？完食。見てください。この、まあ、一日の流れを見てもらえてないからうまく伝わらないと思うけれども、ものすごい速さでこんなピカピカにするってこの3匹あんまりないんですよ。ゆっくり食べるし、食べないと食べないし、はぁーみたいな、もう別にいらんし、あとで食べるっしゃーみたいな感じののがあるんですけど、一瞬です。本当あんまりにも感動して、ブッチ最高です。いろいろ内容とか説明したいけど、多分ホームページ見た方が早いと思うので、概要欄にリンク貼っておきます。なのでよかったら見てみてください。企業案件でも何でもないからね。そこまで登録人数まだいないし、だから登録してください。よろしくお願いします。全部のワンちゃんに合うかって言ったら多分そうではないかも。一つの一例としてね、今日の話聞いてほしいですけれども、大体は多分合うと思う。もう食いつき変わったってよく聞くみたいな、まあよく聞く話かもしれないけど、そういうのも読んだし、まあちゃんと調べてね、動画載せるからにはと思って、ちゃんと この子たちがどれだけハマってるかっていうのを分かったので、本当に感動してね。で、あの最初ら辺にも言ったけど、ブラックとホワイトとブルーがあります。まあ味が違う、塩もほぼ入ってないらしいです。匂いもめっちゃいい匂いだしね。プッチプッチプッチ。ちなみに開封後は1週間から10日しか持ちませんので、どれぐらい使うかっていうのはホームページ見て大きさがあるので、それまた見てみてください。パジェルドッグの検索でした。あつから、あつからプッチ、あつから、バイバーイ。さあ、片付けようか。美味しかった人、誰も来てくれないけど。はーい、美味しかった人。はい、プチ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 。はい、オッケー、オッケー、オッケー。プチっていうのがどういうのかっていうと、まあ簡単にね、無添加へのこだわりと、もう小麦とかグルテン、イースト、人工調味料、合成香料、保存料、一切使ってないと。素晴らしい。で、あの、生肉と同じ約 70% の水分を含んでるんだって。消化に、こう、負担がない。消化器に負担がない。だから結構、吸収率が高いみたいで。で、まあ、栄養バランスがね、本当に優れてる。これはね、ちょっとまあまあ試していくうちいろいろ見てみるけど、まあおトイレもね、お腹悪いからと思ってヨーグルトとかあげてたけれども、これを食べてる方が、お通じというかワンちゃんたちの、めちゃめちゃ綺麗だよね。素晴らしい。ほんと素晴らしい。感動した。そこまで